ツリーは株式会社ホワイトオールズの CEO。本名は末広秀隆。シナリオライター兼、ゲームデザイナー兼、ゲームディレクター。また、僧侶の資格を保有していることや、自身が仏教徒であることを明かしている。大阪芸術大学にて映画と映像広告を専攻した後に、ゲーム業界へ入り、いくつかのビデオゲーム会社を経て2002年1月に、 アクセスゲームズを設立。初のディレクション作品であるスパイフィクションからワールドワイドを意識したゲームデザインを手掛け、2010年には各国メディアから現代のカルトクラシックと称される作品、デッドリー・プリモニーション、放題、レッドシーズプロファイルを完成させた。同作は最も評価の分かれるサバイバルホラーとしてギニスワールドレコードにも掲載され、 3自身は2011年、北米で最も影響力のある50人のクリエイターに選出された。その後、日本国内における数々の作品を手掛けながら、2014年9月、マイクロソフトのファーストパーティーとして、Xbox One 専用ゲーム、D4、ダークドリームスドンと i e を発表。D4 は次世代向けキネクトを使った。 全く新しいゲーム体験を提供するゲームとして発売前から注目を集め2013年にはロサンゼルスで開催された GDC Next 2013にて NEXT10 に選出されたさらに翌年2015年にはサンフランシスコで開催されたゲームデベロッパーズコンファレンス2015でも講演者として招かれデザイニングフォーエンパシーウィズセンソリーレプリケーションイン。 D4 というポストモーテム講演を行った。2015年11月6日より、持病の治療のため療養中であったが、2016年8月31日を、もってアクセスゲームズの取締役を退任したことを報告。2016年11月1日、大阪から世界中のあなたへをスローガンに、自身の開発スタジオである、株式会社ホワイトオールズを立ち上げる。 最新作であるザ・グッド・ライフの発売は2021年秋の予定。日本人ゲームディレクターとして初めてマサチューセッツ工科大学バークリー音楽大学にて講義を行った。また世界で初めてバークリー音楽堂にてオーケストラと共にエアギターを演奏した人物でもある。近年ではゴリラのぬいぐるみと常に出かけている。ぬいぐるみの詳細を聞かれると 彼女は、シャラポアと答えるという。2015年3月21日に、ドグマカザミと共にニコニコ生放送が行われた、デッドリープリモニーション、レッドシーズプロファイルコンプリートエディションギネスに載った伝説のゲームに、チャレンジでは、実家の寺から参加という形で出演していたが、後に実際に現地に登場した。その際、僕の作品には、ホレストケースンなど、 同じ名前のキャラクターがよく出てくるというくだりがあった。スリー氏は、スターシステムを採用している。と書いていただくこともありますが、訂正します。スターシステムは、顔が同じで、名前や役柄が違うもの。手塚治虫先生が発明されたすごいシステム。僕のは、名前が同じで、人物そのものが違う。書意、い、襲名なのである。木村翔之助システムとでも名付けよう。 単に同性同名とか言うのは勘弁な、と発言している。また、プレイ中に、ゲーム内容について出演者に指摘された際には、思い出せなかったり都合が悪くなるたびに、担当じゃなーいと答えることにより名言を避け、その後の放送中も同じやりとりが繰り返された。2018年10月、自身のスタジオ株式会社ホワイトオールズの記念すべき、第一作となる。 ザ・ミッシング・ジェイジェイ・マクフィールドと追憶島を発売。ゲーム業界団体の主催するナビグティハー・アワード2018での2巻をはじめ、イタリア、カターニアで開催されるエンターテインメントイベントエトナコミックスにおけるウゼタ・アワード2019でも2巻を受賞。その他、北米最大のザ・ゲーム・アワード2018にノミネートされるなど、世界中で多数の栄冠を獲得した。 日本では毎年京都で開催されているビットサミットにおいてゲームデザイン最優秀賞を受賞している。また、スリー自身もイタリア、ローマで開催されたゲームローマ2019において基調講演を行うとともにゲーム業界功労賞を受賞した。現在、同時に複数のプロジェクトを抱えていると何度かメディアインタビューで答えている。 2018年5月にキックスターターでゴールを達成したザ・グッドライフは2021年秋の完成を予定している。2019年10月、イグンジャパンのライブストリームを通じて、もう一人の日本のカルトクリエイターである、須田五一との合作企画、ホテルバルセロナを発表。イベントでは二人とも酔った状態で話していたため、真偽は定かではないが、 北米のディバルバーデジタルゲームズに100万ドルの予算で持ち込むらしい。講演活動も積極的に行っており、2016年以降、クロアチアで開催されているリブートディベロップにて毎年講演を行っているほか、2016年11月にはインドのハイデラバードで行われたナスコムゲームデベロッパーズカンファレンシーズ2016で招致講演。 2017年9月にはシアトルで開催されているパックスウエストで2018年3月にはボストンで開催されているパックスイーストで公演やステージを行っている2019年3月にはサンフランシスコで開催されたゲームデベロッパーズコンファレンス及び同年6月にイタリアカターニアで開催された2019エトナコミックス11月に ローマで開催された、ガメロメ2019にて、ザミッシング、アンアテンプトアットコンプリートコヒージアンオブゲインプラ、アンドナラティブと題した講演を行い、ガメロメ2019では、ゲーム業界功労賞を受賞している。2020年7月、前作から10年ぶりとなる続編、デトリープリモニションに、エイブレッシングインディスガイズを発表。海外ユーザーからの指摘により LGBTQ に、 関わる一部シナリオを訂正するも、前作のファンからは、続編としての完璧な体験を提供しているとも、評されれる。2020年12月、中国天然とゲームズ主催の TGDC2020 にて、ゲームシナリオの構築方法に関する講演を行っている。2021年、コロナ禍の中で開催された、モスクワ国際ホラー映画アワードにおいて、 ホラージャンルへの貢献が評価され、映画及びゲーム業界功労賞を受賞。ありがとうございます。